はーい、クーミンでーす。お弁当作ってまーす。皆様、ご機嫌いかがでしょうか？お元気でしょうか？今日もハイテンションのクーミンでございます。え、私ですか？61歳でございます。一人劇を朝からやってる場合じゃございませんよ、もう本当に。あ、お肉焼きます。はい、知り合いからいただいたお味噌の豚、お味噌の豚ですね、味噌漬け、豚の味噌漬け、これをですね、あのフライパンだとちょっとお味噌が焦げてしまうので、こっちの魚焼きの方のあっちもこっちもどっちものやつで焼いてみたいと思います。あー、ちょっとね、今日ね、ちょっとね、エネルギー切れ、実はね実はねって、あのあることを昨日ねやってね、ちょっとね筋肉痛さあ私は何をやったでしょうか。早くお肉を、早くお肉、もうね、あとねお肉焼くだけなんです。今日はさ、いつもこうやるとさ、私のここら辺のなんかこう薄い感じがしょうがないんですよ。もうね、60になるといろいろあるんです。はい、あ、そうそうそう、あのね、皆さんね多分知らないと思うんですけど、私ね、あの部分ウィークのね、あの DM のあのコマーシャルというか、なんかコメントだけなんですけどね、やらせていただいてて、オーダーでね作っていただいたのがあるんですよ。もうね、ポンシュ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 ってでね、はっと、ここら辺がね、あ、女性の皆さんは聞いてください、男性の皆さん耳塞いでください。ここら辺がね、でもね、ここの脇はね、もう染めても染めてもね、もう3日ぐらいでね白くなる、諦めてる。うん、あ、そうだ、水分補給しよう、うん、それでね、ここも、ここら辺もね、すごい、あ、ちょっとゴミが出ちゃった、ゴミが溢れた落ち着きがないあのここら辺もね、すごいでしょ。それでね、急に仕事が入ったりとかで間に合わない時があるわけですよ。染めがね、自分でやってるから寝ましたよ、その行かないからね。あ、早くお肉をお肉を早く入れた方がいいと思うそれでねそれでね、あとはちょっと皮膚のねアレルギーとかね、あのほら、あんまりねやると ねアレルギーが出るといけないんでね、ここら辺ポンとのっけてね、ピッてね、さっちゃんにちょっとお水汲みますそう、昨日からね、そう、あ、運動したんです。そう、何をやったかっていうと、運動したんです。運動した時にこうやって水分を取らないと、こういう疲労物質がねたまるからね。今ね、いけない、これにハマってるんですよ。これマンダリオレンジの、これが美味しくて、ナチュラルローソンで仕事場で買ったんですよ。でそれからね、これハマってて、でこれがね、お値段のこと言ってごめんなさいね、230円ぐらいでね、あの1回に1袋なくなっちゃうんだけど、これぐらいしか入ってない。でもこのね、丸まんまのね、バレンシオレンジ、マンダリオレンジ、マンダリオレンジが乾燥してね、ちょっと甘くなっててうん、豚、あ、豚、うん、でね、あれ開いてる。でナチュラルローソンで230円だったんですけどね、これはもうナチュラルローソン近くにないし、これはちょっと買いに行けないということで、もうほとんど私、あの買い物はあのどこで買ったなっていうご質問、アマゾンでございますので、ね、サプリの1個だけはね、アマゾンにないので楽天で買ってますけど、楽天って私意外とね買い物しづらいというかね、よくポチポチがよく分かってない機械の操作が。これお味噌もうちょっと後で絞りたいね。あ、この酸味がね、なんとも言えない。ちょっと手洗ってるから、もう手で引き出す。あ、肉が柔らかすぎて引き出すとちぎれてしまうぐらいな肉、すんばらしいですねこれ。ほいでね、そうでね、うん、なくなったんでね、ネット見たらね、230円の1袋がね、
あ、アマゾンって言っちゃったか。じゃちょっと違うところかもしれない。一袋1600円でびっくりして、さすがにね、さすがに私もね我慢しました。でね、他に探してたらね、業務用のねでっかい袋がね1200円で売ってました。でもねこれ食べ過ぎるとね、糖質がちょっと心配なんですけど、今日はねゆっくりとね、なんか朝からねゆっくりといろんなことをやってましてね。でもね今日ねワンタ君の解除を3時ぐらいからやってて、そのまんまねもう寝ないで起きてる感じ。うん、これね食べながら料理悪いかな、一瞬ね焦げやすいからこれをかけて、見合えてくれます。そうで、ここからが勝負でございますね。ここからが勝負でございます。あ、そう、あとでちょっとリンマンパパのお弁当を玄関に持ってた時にちょっとね、玄関の入り口の部屋に置いてあるので、そのマンダリンの大きいやつ忘れなかったら持ってきます。はい、この間ね、あのししとの味噌炒めね作ってね、あまりに美味しすぎてもう山ほど食べたくて山ほど作りました。はい、はい、そしてね、あのキノコのねバター炒めが好きなんですね、リーマンパパで、キノコのバター炒め作りました。はい、そしてですね、あとは漬物と卵スープ作りましたんで、卵スープに春雨入れました。うん、でね、なんかあのやっぱり2食分作るとね、食べられたり食べられる時間によってね、いろいろあるみたいなので、たくさん作ってもね、なんかプレッシャーに、ね、なると困るので、まあちょっと軽くにしてねっていうところで、スープに春雨を入れといたら、ちょっとねほらね、かさ増しになるかなと思って、スープだけよりもちょっと春雨をね入れといたらね、ねお腹の足しになるじゃないですか。なので卵スープに、で今日はねかなりとろみをつけたので熱いと思います。このぐらいかな、ね、入れて卵スープ、とろみをつけたのでね、おー、これ本当はね浅漬けみたいな万能ネギみたいなのに、ね、入れるとねきっとね良かったんでしょうけれど、ございません。で、九条ネギはねちょっとね固めなので、大きいのでスープには入れない方がいいかなと思いつつ、見えます。なんか今日余裕ぶっこいてるとね、またこれがこの後すごいことになるからね。さあ、ここからテンポアップしていきますよ。はい、テンポアップです。じゃあご飯を入れていきましょう。味噌焼きができる前に、味噌焼きが、と待って、あとはパプリカあだけか、とご飯の上に お肉乗せたら美味しいかね。ご飯の上にお肉を乗せましょう。あ、ちょっとここ電気つけよう。明るくなった。これを平たくして、今日はこの上にお肉を乗せましょうね。ちょっと冷めすぎて固くなった。炊きたてなんですが、ちょっとでこんな感じでもうご飯が冷めている。いいね。でね、これおにぎりのこれ、よいしょ、こっちにおにぎり入れて、ここにちょっとお漬物みたいなの入って、これでおにぎりってね、これ前からあったんですけど、早くこれにする。あ
っち入れたりこっち入れたり、あら、ラップがあっち入れたりこっち入れたりとかねしてたからね。あと5分はちょっとじっと我慢しようね。これでご飯を入れて、あ、今日そんなにない気がする。もうこれで終わり。言いたいことない。あれ、あれってやつがあったはずなんだけどな。あ、これ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 、あ、まだこんなにたくさんあるね。なんかお安い時にあのまとめ買いをするので、あ、焼けてきた。下のね、鉄板も熱くなるからね、うん、あと5分は大丈夫で、ここにここにですね、明太子が美味しかったっていうから、もうシンプルに明太子おにぎりね。明太子にもほぐして入れてあるので、どっぷりっこね。これはやっぱりお家で作るおにぎりの醍醐味でございますよ。そうそうそう、醍醐味醍醐味。あ、私のご飯は冷凍解凍すればいいか。でもそんなにたくさんやってもね、またでも朝ごはんこれだけだから。朝ごはんが、うん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 、あ、ここにもう塩かけてしまえば手を汚さずに、ちょっと塩かけて。そうそう、何の体操かね、ちょっと後でねやりますよ。はい、これで一回のりを巻いて、あ、ちょっと全然形になってなかった、はみ出して、で、のりをかけて、これでやっぱりちょっとラップでやったら食べやすいよね。で、こっち側に入れるでしょ。ここにラップかけてここにも詰めちゃって、そのままでもあの美味しいんだけど、でも一応ね握ってみました。で、今日は赤カブと美味しかったきゅうりの浅漬けと、東京たくあん東京たくあん、いい香りだ。おお、下が焼けてる。ちょっと上、あ、ひっくり返してみようかな。ちょっと下はちょっと焼きすぎたかな。おー、焼けてる。あ、これちょっと筋入れればよかった。丸まってる。うわー、これ蒸し料理になるじゃない。で、これでね、跳ねないようにこうなった場合にはこれをつけると跳ねづらいということでね。はね、はい、え、もうあと30秒終わっちゃうの？そんなこと言わないで。で、こちらにきゅうりとね、赤かぶと、まあちょっとダブっちゃうけどね、赤かぶとた
くあん、このたくあんが美味しいか、たくあんポリポリしながらね、おにぎり食べたらもうそれでね。ちょっとこのきゅうり、ちょっとこれで3分くらい、あ、もういい感じ、うん、だけどちょっとあと3分ね、あと3分閉まんないかこれちょっと閉まんないかな、あ、閉まった、 OK、 そう OK、 いつもどんなとこで買ってるんですか、 OK これでこここういう風になって、あ、ちょっと待って、これがこうだ、違う、あ、違う、待って、こうだ、ここにあって、出来上がり、おにぎり弁当。じゃあこれお肉、あ、そうだそうだ、トマトサラダ作ったの、玉ねぎいっぱい入れて、そうよ、これ焼きすぎると、あ、もうこんなもん、ちょっとあとこれ余熱で焼きましょう。こういい感じですね。それでですね、味付けが、トマトサラダの味付けが、あ、ポン酢がもうちょっとだった、よかったよかった、ポン酢、あ、新しいのある、新しいのある。でこれにですね、まず、はい、加熱してはいけない、え、ごまオイルをかけまーすね。大さじ1杯ぐらいはね、1日1回取るといいっていうことなのでね。でここに、はい、ポン酢を入れまーす。はい、ポン酢を入れまして、そしてごま油、ごま油をちょっと入れまーす、香り付け。はい、ですね、もう1分やってもう、はい、それで開けごま、ちょっとね、ここのとこに片付けちゃったのね、どこに何があるかが分かんなくなってるかもしれない。私、開けごまをどこかに移動した、どこにちょっと待って、どこに移動した、開けごま、開けごまちゃん、あれ、これおせんべい、あ、おせんべいの封が開いてるじゃん、またパパ、あ、開けごまがない、まあいっか、まあいっか、出ました、ちょっとごまがあった方が良かったけど、おー、いいですね、はい、これでトマトサラダ出来上がり、じゃあこれを詰めるだけ、これは私のサラダ、はい、おー、すごいぞ、おー、味噌焼き味噌焼き、ちょっとパパの方も切りましょう、美味しそうなやつをパパにあげましょうかね、頑張ってるからね、よいしょ、これ本当はね、そぎ切りするといいんですけど、もうちょっと焦げた方が本当は好きなんだよね、ちょっと待って、あと数分あるから、熱い熱い
熱い。ちょっと焦がそう。おこげが好きなんで、あと1分。あと1分。あと1分。もうお味噌味噌味噌になりましたね、これね。お弁当が。そしたら、ここに、もうちょっとこれやろうか。お弁当、豚肉を入れる前に。なんかすぐ食べるから、なんか高級シートまで行かないかも。これと、今日は赤でいくか。赤。赤。お味噌。味噌味。これだけでご飯いけるよね。味噌味でパパの好きなきのこ。きのこ。はーい。きのこ。そしてお漬物。あ、焦げた。いいじゃない。いいじゃない。ちょっと。お味噌味を上に乗っけて豚味噌焼き丼、豚焼き味噌丼、このお味噌入れてあげたんだよね。お味噌、これは美味しいでしょう。これは美味しいでしょう。ちょっと私の味噌も入れたいよ。お味噌、お味噌。ね。いいね。で、あとはパプリカちゃんを入れて。まあ、私のお弁当はあの配列がねいまいちでございますけれども、はいあの味は美味しいと思うので、はい、でこれであとお漬物、ちょっとどうしようかな、黄色、黄色、ここにお漬物を入れましょう。同じくたくあん。たくあん入れて、赤かぶ入れて、ちょっと下が見えなくなっちゃうけど、きゅうりを入れて、まあ私のお弁当は中から出てくるっていうことで。はい、出来上がり、豚味噌。わお、豚肉いっぱい、こっちもいっぱい。じゃあこれを詰めて、お弁当を入れて、サラダ入れて、スープ入れて、朝のおにぎり入れました。それでは渡してきます。ゆっくりと。パパさん、お待たせしました。喋りもゆっくりで。
のマンダリンオレンジは、あ、箱から出されている、箱から出されているんだ。あ、ちょっと待って、よし。今日は子供たちが見送りに出てこないね。みんななんかやっぱり湿気があると、あれあれなのかしら、あれなのか。はい、今パパ行きました。はい、マンダリオレンジドライ、これでございます。ね、こっちがね、こっちが、何グラム、48g、一袋。で、こっちがですね、こっちがどこどこどこ400g。 これ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 、もう食べ放題、嬉しい。これね、本当にね、もう本当粒のまんまをドライにして、ちょっとあの甘くって、でこういうのって柚子の皮とかね、そういうのありますけど、お砂糖が白いのがバババって、もういかにもまぶしてあるって感じじゃないですか。これはなんとなくこう甘いという、でもこの酸味がね、このフルーツのもう柑橘の酸味がね、もう見つけちゃった。でもね、これね、面白いところから買ったの、ヨドバシカメラ。ヨドバシカメラって食べ物やってるんですか？あ、輸入とかやってるのかな？びっくりした。と思って。あ、そう、出品者からっていうところ行って、あ、でもこれはね、アマゾンじゃなかったのかな？でも出品者がヨドバシカメラさんだ。びっくりねえ、これでね、ちま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 も、でもね、一つのショップにせいぜい4個か5個置いてあるだけなので、それをいつもね、こうごめんなさい、買い占めてました。でも3回ぐらいかな。はい、これがね、もう楽しみなの、これが。もうあのお茶飲みながらね、こうね、もうほっとするの。なんかそんな、そういう食べ物皆さんありますか？そう、私のね、あのトマトサラダはこんな感じで、カップにこれ玉ねぎでもあってるけど、私玉ねぎ好きだから、血液サラサラで、はい、これは私のでございます。で、お味噌もあるし、きのこもあるしね、スープもあるし。で、私ね、ダイエットスープって自分で言ってるんだけど、あの冷凍にしたんですよね。あのこれこれこれ、セロリとか、ピーマン、人参、キャベツ、春キャベツで美味しい。で、トマト缶で、トマトも入れて、ひき肉を入れて、ちょっとあの、スープで、あの、調節してって、これをね、作っとくんですよね。あ、生姜を山ほど入れて、そうそう、これ作ってあるんですよ。これをね、温めてね、今日はね、飲もうと思います。一日一回ね、これをスープでね。そうそう、で食物繊維たっぷりなので、あのダイエットが始まると、もうね、あの過酷なダイエットはもうしてないです。あの50代とはちょっと違うので、そうそう、過酷なダイエットはしてないんですよね。で、昨日あの、まあ、前からね、ボクササイズのダイエットをしてみたくって、でね、あの渡嘉敷、元世界チャンピオンの渡嘉敷、あの会長に可愛がっていただいてて、ここのところね、お食事会とかもできないんですけどね、あのレディースのコースをね、始めましたっていう時に、オープニングにね、行かせていただいてね、元世界チャンピオンの人にね、受けていただいてね、こうやっての、ね、ちょっとこのぐらいのテンポなんですけど、教わったんですよ。なんか、こうとかね。そう、そしたらね、YouTube 見たらね、みんな火止まってるね。そう、YouTube 見たらね、ボクササイズがいっぱいあったんですよね。で、その中でね、ちょっと楽しそうなのをね、そう。でね、あの、基本形は、こうやって入れるんだよとかいうのはもう忘れちゃったんですけど、渡嘉敷会長の教わったんですけど、右に出して、この上下。これでいいのかな？ちょっと待って、これで。でも、こうやって、ちゃんちゃんちゃんって下がって、こうか。で、ちゃんちゃんちゃん。あ、このリズムか。これか。こっち、こうした時に、
やってやってやってこうなのかな。ちょっともう一回ビデオちゃんと見ないと。なんかあのこういうのがあるんですか。なんかこういうのやってたな。こういうのこういうのやった後にこっち。これすごい運だと思いません、ね。こうやってひねるってこのこれが。ちゃんちゃんちゃん、こう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 、あとこういうの名前も覚えなきゃね。こうやってちょっと今ここ下に椅子があるんで、こうやって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 避けるの、避けるの私うまいかもしれない。こうやってこうやってこうやって。さあ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 。あのねヨガのインストラクターの資格を取ろうかなってね、ちょっとここのとこ悩んでたんだけど。で結局その自分でやる分には YouTube を見ながらやればあの所属プロダクションの箱崎社長がもう十分ですよって言って教えるわけではないので、そうそう、それで基本のベースのヨガがあって、もう体が柔らかくって、足がなんかこんな感じになるじゃないですか。それはもうね60過ぎてねやめた方がいいと思うので、まあ基本は30いくつポーズを教わって2ヶ月ぐらいやって、その後にいろんなコースに目的コースがあって、でシニアヨガっていうのがあったんですよ。でシニアヨガをやったらいいかなとか思ったんですけど、ちょっと悩み中で、であの箱崎社長がね YouTube 見ながらねこうやればねもう十分ですって言ったからね、そうですよね、教えるわけじゃないんだから、ちゃんちゃん、まずこれですよね、これ。ね、あのマンションでね下に響くときはねやめた方がいい。今ちょっとねあの叩いてないのでこのままだと響かないと思うんですけど、はい、ということで、はい、このボクササイズをねちょっと楽しみに、そうウィーフィットを手放してしまってもう何年も前にそれをねあの買い直すか買い直さないかと悩んだんですけど、もうとにかく YouTube って素晴らしい、皆さんがもうね動画アップしていただいてるのをまずねそれを活用してね物をねちょっと今増やさないで、はい、これでねこれだけでもすごいですよね。スキッとしたということで、今日は知人からいただいたお料理動画です、これすいませんお料理動画です、今日は知人からいただいた豚味噌の最終のお味噌焼きを焼きました。わーおこげちゃんが美味しそう。ということで今日もお弁当作りでリーバンパパ行きました。それでは皆さんもねエクササイズ、あのエクササイズまでいかなくってもやっぱりねこの肩からね上に手を上げるってなかなかないので、深呼吸、今日も穏やかな一日でありますように。ありがとうございます。それでは。